手に入れたい栄光、物語の主役は脚光、荒くれたハートが燃える、積み重なる罪の前衛。ブレイキングダウンの溝口氏が殴られるというニュースが入りました。SNS で溝口さん自身が発信、投稿内容は以下の通り、見ず知らずの酔っ払いに絡まれて、7、8発殴られた、反射的に自分が殴り返してしまわないように、ちゃんとポケットに手を入れて、歯を食いしばって耐えました。さすがに頭きてるから、ブレイキングダウンで試合組んでくれないかな。その初見の酔っ払いだけど、共通のお世話になってる先輩もいるみたいだから、警察呼ぶのもどうかなって思ったけど、お前さらうぞ、命取るぞ、仕事できなくするぞとか、中途半端な脅しをしてきたから、さすがに頭きてしまって、なので、警察に突き出しました。丁寧に謝罪してくれたら、許したんだけどな。先日も、元代表板垣氏の逮捕などで、世間を騒がせたが、溝口さんは以下のコメント。本日、公式からも発信をしましたが、元代表の板垣氏の逮捕報道で、ファンの皆さん、スポンサーや関係者の方々に、ご心配をおか、決して申し訳ありません。現在、当社も関係各所や当局とも連携を取りながら、事実関係を明らかにするための調査を進めています。また、当社も捜査に全面的に協力していく所存です。公式発信の通り、板垣氏は2023年2月に代表取締役を退任し、7月には海外事業担当も退任して、ブレイキングダウンからは完全に離れているため、今回の件が会社や興行に影響を与えることはありません。一方で報道によると、代表を務めていた2022年に起きた詐欺事件に関与している可能性があるとのことですが、当時の事件にブレイキングダウンは一切関係しておらず、もちろん元代表がそのようなことに手を染めているとは、僕たちも知りませんでした。事件に関連したお金がブレイキングダウンに流れているのではないかというご指摘も見かけましたが、その間に彼が会社に資金を拠出したことはなく、こちらも事実ではありません。また僕にも元代表から資金援助の依頼がありましたし、会社の資金に無断で手をつけていたことも確認できており、僕たちも板垣氏から甚大な被害を受けています。捜査の関係により詳細を話すことはできませんが、以前より相応の措置を取るために動いています。我々もこのような犯罪行為を絶対に許すつもりはありません。先日の反社会的勢力の大会会場への侵入等、ここのところ世間をお騒がせする事態が続いており、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを大変申し訳なく思っています。失敗したり過ちを犯した人に対して、せめて我々くらいは再挑戦の機会を提供したいという思いがある一方で、まだまだ発展途上ゆえに体制を整えきれていない部分があることは認識しています。ですが僕たちは犯罪行為を決して容認せず、また反社会的勢力の排除に全力を尽くすために、現在アドバイザリーボードをはじめ関係各所と日々議論を重ね、体制強化を図っています。今後もブレイキングダウンを応援してくださる方たちが安心して楽しめる大会運営を目指してまいりますので、ファンの皆様、スポンサーの方々、関係者の皆様、応援いただけますと幸いです。なお現在もブレイキングダウンに出場している全選手並びに全従業員のみんな、これから反社会的勢力を徹底的に排除したクリーンなイベントを続けていくために、今まで以上にご協力をお願いすると思いますが、引き続きよろしくお願いします。長文、節分ではございますが、最後までお読みくださり、ありがとうございます。丁寧に説明をした溝口さん、今回は暴力に巻き込まれて踏んだり蹴ったりですね。最新のブレイキングダウン 13.5 は10月5日に開催です。何があっても、社会生活で暴力はやめてほしいですね。溝口さんお大事に。誰も救ってくれねえよ、生きていかなくちゃ、人生楽しんだもん勝ち。